国鉄 C57 型蒸気機関車車輪配置4から6から2は2軸先は3軸同輪1軸重輪で構成されるものを指す。アメリカ式分類での相性はパシフィック。4から6から2という車輪配置は1889年にシカゴミルホーキーセントポール鉄道でテンホイラーの改造で誕生しているが、これは更新時の脱線防止目的のもので、 口述のような大きな過失を支える目的ではなかった。1901年、アメリカのボールドウィン・ロコモティブワークスに、ニュージーランド鉄道から、自国の提出端に合わせて、広いひどコを持つ機関車の注文が入り、ボールドウィンは、当時自社で製造していた、キャメルバックを進めたが、その不評を耳にしていた、NZR の技師長、アルフレッド・ BET は、自分の考えを貫き、 大型の過失を支えられる重輪のついた通常型機関車を主張して、後にニュージーランド鉄道、旧型と呼ばれ4から6から2を実現させた。この機関車は動輪計が1 2 4 5ト、mm、ルと小さく、高速運転目的ではなかったが、翌1902年に標準機の機関車をアルコブルックスがミズーリーパシフィック鉄道向けに製造し、 こちらは69インチの比較的大きな動輪を持つ高速運転を前提としたものだった。なお、アメリカ式の故障パシフィックの由来は初期のユーザーが太平洋の先や水ズパシフィック鉄道であったためだと言われている。その後、各国で高速走行時の安定性と余裕のある機質を作れることで、各国でこの形式を高速旅客用に使用するように、 なったが、国によって、導入にやや違いが見られた。ヨーロッパでは1907年に、フランスのパリオルレアン鉄道が最初で、これは高架質ではなく、ベルペア架質で全部などは、機関車のフレームより幅が狭いひどこだったが、後部が広くなっており、ここを、重輪で支える構造になっていた。これより後に作られた、同じフランスのノール鉄道や、 アルザスロレーヌ鉄道に至っては強化室の4から6から2があったが、これらも過室の重量を10輪にかける形となっているので10輪が無駄というわけではなく、性能に関してもフランス国内で使う分には特に問題はなかった。ドイツではフランスと同年に作られたバーデン対抗国国有鉄道の IVF 型が初の4から6から2で、 その後南ドイツの各州の鉄道で4の6の2が広まっていたが、1920年に鉄道を統合する際に、正式機関車として、強化室のままの S10 型を、重輪をつけたような構造が検討され、結局普通の高化室4から6から2である01型が量産に選ばれた。イギリスは1908年、グレートウェスタン鉄道のグレートベアが、 最初の4から6から2でパワーは十分にあったが、イギリス基準でも軸重が重すぎ、運用区域が限られたため1台しか作られず、その後も、勾配の少なさ、石炭の良さ、列車単位の軽さもあって4から6から2の製造が進まず、量産化されたのは1922年のロンドンノースイースタン鉄道のナイジェル・グレズリーが設計した A1 型からであった。 日本では1911年に本来は4から6から0で注文した初の特別急行列車検引機のうちアメリカンロコモティブが過失に余裕を持てることを理由に軸配置の仕様変更を要求して4から6から2になった8900型が最初でありこのように当初は導入自体を考えていなかった形式だったがその後国鉄正式機 C51 型に これを採用資料を算した。ありがとうございます。